令和3年度科学技術週間参加行事、水素医学研究はどこまで進んでいるのかと題しまして、東京都健康長寿医療センター老化制御研究チーム研究員池谷真澄先生からご講演いただきます。よろしくお願いします。東京都健康長寿医療センターの研究員の池谷真澄です。数年前に流行った水素水を皆さん覚えていらっしゃいますか？このようなアルミ製の容器に入っていろいろなところで売られていました。この病気に効くとか効くはずないだろうとかいろいろ話題になっていました。きちんと水素が入っている水素水であれば臨床試験で疾患に対する効果を上げています。また水素ガス、水素混合ガスを使った臨床試験も全国各地で行われています。私たちはこれら水素を医学応用する水素医学研究と呼んでいます。その医学研究がどこまで進んでいるかということを本日お話しします。さてその水素とは何でしょうか。元素周期表の一番に登場する最も小さな元素です。水素はさまざまな形で存在していますが、この3つの形が多く存在します。 H2 は水素原子が2つ結合して水素分子になって安定したもの、気体で存在しています。カーボンゼロの水素社会という記事や広告をよく見かけると思いますが、水素分子はエネルギーとしても注目されています。燃やしたりしない限り大気中で突如として水素イオンや水素化合物に変化するようなことはなく、分子の状態で安定しています。水素イオンは主に水中にたくさん存在しています。水やアルコール、炭水化物や脂質などの有機物は化学式に H が含まれている水素化合物です。この3種類以外は特殊な環境下でしか存在できません。私たちが研究に使っており、治療効果などの研究成果が積み上げられているのはこの H2、 水素分子、分子状水素のことを指します。水素分子についてもう少し詳しくお話しします。地球の大気中には 0.00005%、 空気中に200万分の1程度しか存在しません。地球上で常に生産されていますが、軽すぎて大気圏にとどまれず宇宙に飛散していってしまうのです。拡散速度も非常に速いです。性質としましては透過性が高く、薄いプラスチックとかなら簡単に通過してしまいますが、アルミニウムは通りにくいという性質があります。なので水素水はアルミの容器に入っていたのです。で、空気中の濃度が 4% を超えると着火するようになります。なので医療用ガスとして使われている水素ガスは日本国内では 4% 以下で使われています。無色無臭なので、ガス吸引しても存在に気づけませんし、水素水はただの水にしか見えないです。ちなみに味もしません。常温常圧下で最大約 0.8mmol/L 水に溶けます。しかし密封されていないコップなどに入れて静かに置いていても、10分で半分くらいの濃度になってしまいます。すぐに抜けていってしまいます。さてそんな水素ですが、生物との関わりは100年以上前から知られています。生物の授業で出てきたのを覚えている方もいらっしゃるかもしれません。水素細菌という水素からエネルギーを作る細菌がいます。またその逆の水素生産菌という糖などから水素を産生する細菌もいます。この2つの性質を持っている細菌も珍しくありません。例えば我々の大腸菌の中にもいます。これらの細菌はヒドロゲナーゼという酵素を使って水素分解と水素合成を行っています。人や動物などのヒドロゲナーゼを持たない高等生物にとって水素は不活性分子です。2007年の水素による酸化ストレス抑制効果の報告以降、世界中で水素医学研究が盛んに行われています。その多くは炎症を抑制したという研究や酸化ストレスが抑制されたという報告で、現在では1600以上の水素医学関係の学術論文が世に出ています。この炎症反応と酸化ストレスという生体内の反応は体の至る場所で起こり、病気と密接に関わっています。
熱が出たり腫れたりする炎症は免疫反応が活発化している場所で見られます。免疫細胞は病原菌などの異物のあるところに向かっていき攻撃します。で、免疫細胞は活性化すると炎症性サイトカインという物質を出して感染した細胞を破壊したり、自身や仲間の免疫細胞を活性化したり増殖させたりして免疫反応を促進します。炎症は体を守るための正常な反応ではありますが、免疫反応が止まらなくなり炎症が慢性化したり、必要以上にひどい炎症が起こるような異常事態が起こる場合があります。サイトカインが異常に血中に多くなりすぎてしまい高度な炎症が起きてしまう状態をサイトカインストームと言い、体にとって危険な状況を作ります。コロナウイルス感染症の重症化の原因の一つはサイトカインストームであると考えられています。常に正常に働いてくれるわけではなく、こういったことが起こりうるので病気の治療において炎症反応のコントロールはとても重要な課題です。で、炎症反応が起きている場所でほぼ見られるのが酸化ストレスの発生です。人や動物、植物は酸素を使って生命活動を維持します。細胞内のミトコンドリアが酸素を使ってエネルギーである ATP を合成してますが、その際に活性酸素やラジカルを作ることが知られています。これらは酸化ストレスの原因となる物質で、喫煙、紫外線、それと不規則な生活習慣などで増えることが知られています。細胞内の DNA、タンパク質、脂質などを酸化して傷つけて、細胞の機能障害や老化、細胞死などを引き起こします。またさらなるストレス、酸化ストレスの促進にもつながります。またある種の活性酸素は炎症シグナルを活性化させる働きがあり、それぞれ炎症反応促進に働きます。その炎症反応は酸化ストレスの促進にもつながります。このように炎症反応と酸化ストレスは密接です。ただし活性酸素やラジカルは体にとって生命活動にも大事な抗がん作用などの働きも担っており、すべての活性酸素やラジカルを消してしまえばよいということではありません。さて、まず水素がどのように病気に効いているのかといいますと、2つの作用経路がありそうだと考えられています。1つ目は水素により体に悪い活性酸素ラジカルが直接還元されて無毒化されるという経路1、それと経路2ですが、生体内の 何かしらの物質に作用して何らかの変化が起こり NRF2 というタンパク質が活性化します。その NRF2 は抗酸化酵素を活性化させたり炎症性サイトカインを抑制したりするということが知られています。この2つの経路によって酸化ストレスや炎症反応が抑えられていると考えられます。現在疾患に応じてさまざまな水素の摂取方法が取られていますが、主な摂取方法は大きく3つ、水素混合ガスの吸入、水素水の飲用、水素を含んだ輸液を点滴などで体内に入れる方法です。水素ガス吸引はずっと吸引していれば全身の水素濃度を一定以上に保ちますが、ガスボンベ等の大掛かりな装置が必要になります。点滴は針を刺すという侵襲行為が必要になってしまいます。最も簡単なのは水素水飲用ですが、一定以上の水素濃度になる組織は消化管やその近くの臓器など体内の一部に限られてしまいます。また水素水を飲んで1時間もすれば取り入れた水素はほぼ全て体から抜けてしまいます。なので水素水飲用でのさまざまな効果は先ほどの抗酸化酵素を活性化する経路丸2の働きであるというふうに考えています。また体内での動きも異なるので疾患によって使い分けられています。で、臨床試験に入る前に疾患モデル動物で実験を行うということが多くあります。炎症反応や酸化ストレスを起こさせた動物にそれぞれの水素投与方法を用いて実験を行います。こちらの写真が実際に使っている
装置と器具の写真になります。まずは水素により有害な活性酸素ラジカルが直接還元されて無毒化されるという経路1に関する研究を紹介します。まず水素医学研究の先駆けとなった2007年の論文報告です。水素が活性酸素やラジカルを還元するということが明らかになりました。こちらは試験管中で活性酸素やラジカルを発生させて各々を検出する試薬を用いて調べた実験結果です。5種類の活性酸素種ラジカルに対する実験です。縦軸が活性酸素ラジカルの量を示しています。で水素なしあり還元剤の棒グラフが並んでいます。ご覧のように水素はヒドロキシラジカルを顕著に減らしフェルオキシナイトライトを少し減らし他には影響はありませんでした。ヒドロキシラジカルやフェルオキシナイトライトは酸化力が高く毒性の強いラジカルとして知られています。一方一重抗酸素や一酸化窒素などは酸化力が弱くまた先ほどお話ししたような生命活動にも重要な役割を担っています。水素には酸化ストレスの原因である毒性の高いラジカルを還元することが分かりました。では生体内ではどうなっているかといいますと、こちらは脳梗塞モデルラットに水素ガスを吸引させた実験結果です。実験的に脳に血液が行かない状態を作りその後に血流を再開させます。この時に起こるダメージを虚血再還流障害といいまして脳梗塞を起こします。その時にラットには水素混合ガスを吸わせて脳梗塞領域に変化がないか観察しました。で左の写真は脳梗塞処置後のラットの脳断面を観察しています。この白くなっている部分が梗塞領域になります。ご覧のように水素が入っていないガスを吸引していたラットは脳梗塞領域に広がりが見られますが水素濃度 2% の混合ガスを吸引していた方では梗塞領域が小さいことがわかります。梗塞体積を計測してみると 2% 水素を吸引していたラットではこの梗塞体積が半分以下になっていることがわかります。これは治療薬として使われているエダラボンを上回り免疫抑制剤の FK506 と同程度の効果です。かつ水素吸引による副作用は見られず臨床応用の期待が非常に高まりました。こちらは日本医科大学との共同研究になります。白内障手術後の角膜障害を防ぐのに水素を含んだ還流液を使った臨床試験です。白内障は眼球のレンズが老化などで白く濁ってしまう疾患です。超音波入荷吸引術による治療が一般的です。目の水晶体の核と皮質を超音波で破砕して吸引しレンズを挿入するという手術です。その際に超音波によるラジカル発生が角膜内皮に障害を与えるということが多くの報告から考えられており解決法が求められていました。そこで手術中の目の中に流す還流液にこのように水素を入れたらどうかというのが試験内容です。こちら結果になりますけれども目の写真のこの横の灰色のところは角膜内皮細胞の写真です。でこの丸い一つ一つが細胞です。角膜は損傷すると再生せず細胞の隙間を埋めるように周りの細胞が変形します。通常の還流液を使った実験では手術後の細胞の大きさがバラバラで数も少ないことから角膜内皮細胞が損傷していることが分かります。しかし水素還流液を使った方では細胞の数や形状が維持されているということが分かると思います。先行研究で動物実験でも改善効果が見られており今後この方法が広まっていくことが期待されます。次に水素が NRF2 タンパク質を活性化させることで、酸化ストレスや炎症を抑制していると考えられる研究報告を紹介します。
抗酸化酵素は体内にいろいろな種類が存在し、その司令塔のような役割をするのが NRF2 です。でこれは、培養皿の上で育てた培養細胞に水素混合ガスを暴露して NRF2 を緑色に染めた写真です。 NRF2 は普段は、細胞全体にあるのですが、活性化すると細胞の核に集まります。右側の水素混合ガスを投与した細胞では、白い矢頭が示す細胞の核に NRF2 が集積しています。このように水素が NRF2 活性化することが分かりました。次に動物実験を示します。リポタトウ LPS という細菌の持つ毒素を投与して全身性の炎症を起こさせるというモデルマウスを使った実験です。 LPS の投与は重篤な肝障害、肝臓の障害を起こします。我々はこのモデルを用いて LPS を投与する3日前から水素水を与えました。水素水を飲むのをストップして、その後 LPS を投与します。この時に体内には、水素水飲用による水素は残っていません。肝臓において、NRF2 によって制御される抗酸化酵素の一つである、HO1、こちらの量をウエスタンブロット法という実験方法で測定してみました。まず LPS を投与しない正常なマウスの HO1 の量は、このくらいです。で LPS 投与でこのように増加するのですが、興味深いことに水素水を飲用したマウスにおいてはさらに大きく増加していることが分かりました。この黒いバンドの濃さがタンパク量の多さを示しています。次に肝臓断面を見てみました。酸化ストレスマーカーである4ヒドロキシノネナールを茶色く染めています。 LPS を投与したマウスではヒドロキシノネナールが増加して茶色く染まっています。しかし水素水を事前に飲んでいたマウスではこのように色が薄くなっていることが分かります。まとめますと、 LPS の投与を行って酸化ストレスが発生すると防御機構が働きますが、水素を予防的に投与しておくとより抗酸化酵素が活性化されて重度の酸化ストレスに対抗できたと考えられます。で動脈硬化症への水素水の効果です。動脈硬化症の中で、メジャーなアテローム性動脈硬化症をターゲットにしています。アテローム性動脈硬化症ですけども、悪玉コレステロールといわれる LDL が血管壁内に入り込み酸化します。そこに免疫細胞のマクロファージが排除しようでやってきて吸収しますが、これが多すぎるとどんどん肥大化してしまいます。で肥大化したマクロファージはサイトカインなどを撒き散らして血管壁内で重度の炎症を起こします。で血管壁がだんだん腫れ上がり、そこでアテロームという硬いコブができて血流が悪くなります。これがアテローム性動脈硬化症で、その際に血管内皮をはじめとした血管壁内の細胞が老化してしまいます。さらに状況が悪化すると血栓ができて血管壁が破れると脳梗塞や心筋梗塞を引き起こす恐れもある病気です。で我々は、血管の老化や炎症を抑えられると考え、実験を行いました。でアテローム性動脈硬化症のモデルマウスを使って13週間にわたって水素水を飲ませ続けました。でこちらが、13週間後の大動脈の断面です。で青く見えるのは細胞の核で、上の図は、老化細胞の指標となる P21 というタンパク質を染めています。で赤と青が重なって紫に見えるのが老化した細胞の核です。正常なマウスに比べて、モデルマウスには老化細胞がたくさんあって、で水素水を飲用したマウスではそれが少ないことが分かります。続いて下の図は、マクロファージを染めた図です。で赤く見えるのがマクロファージで、モデルマウスの血管壁中にはマクロファージがたくさん集まっています。それに比べて水素水を飲用したマウスでは少ないことが分かると思います。さらにアテロームサイズも水素水を飲んでたマウスで小さいことも分かっています。また水素水飲用後に大動脈での水素濃度上昇がなかったことや NRF2 の核移行も見られたことから、
この効果は抗酸化酵素を活性化する経路の働きであるというふうに考えています。他にもパーキンソン病やアルツハイマー病、糖尿病などさまざまな疾患に効果があることが分かってきています。次に最新の水素医学の話題をいくつかお伝えします。病気になっていない健常者への水素の効果はあまり分かってませんでしたが、近年疲労への効果がたくさん報告されてきてますので、ここに列挙します。日常生活の疲労や作業に対しても抗疲労効果が確認されています。スポーツ医学への応用などが期待されています。次に水素混合ガスを使った、最新の研究です。序盤に紹介した2007年のラットの脳梗塞を改善した報告をきっかけに、慶応義塾大学で心停止後症候群における後遺症に対する水素の適用を考えた研究が始まりました。心臓が停止した後に蘇生して心臓の拍動が再開しても重い後遺症が残ることがあります。脳にダメージを負ってしまったり肝臓に障害を負ったり、一連の病態をまとめて心停止後症候群と呼びます。2014年に慶応のグループが心停止後症候群モデルを作成し、水素ガスによりその後遺症である脳障害が改善することを報告しました。今は心停止後症候群の患者さんに対して全国の病院で大規模な臨床試験がなされています。今後の展開が楽しみな研究の一つです。次に当センターで行われている臨床試験の紹介をします。先ほどもお話ししましたが、感染症や外傷などによって過剰な全身性炎症が起こるとさまざまな臓器に障害が起きます。で、肺も例外ではなく、このように炎症が誘発され、場合によっては肺障害で呼吸困難になることもあります。急性大動脈解離を発症した患者さんで、軽症の患者さんは原則的に保存治療を行います。つまり、手術などしないで安静にしてもらって自然回復を待つということです。ですが、炎症性サイトカインがたくさん放出されて強い炎症が起こると肺に強いダメージを与えるということが報告されています。そこで、水素ガス吸入が炎症を抑制して肺障害を予防軽減できないかということで、当センターの心臓血管外科が中心となって臨床試験を開始することになりました。こちらは当センター病院の ICU 集中治療室です。で、右端にある大きなボンベが水素混合ガスボンベで、特殊な装置を使ってガスの流れる量などをコントロールします。このようにすでにセットアップも終了し、まずは水素ガスの安全性を調べるための試験がスタートしています。で、水素医学研究では今回紹介したように、基礎研究成果が臨床試験にどんどんつながっていってます。この基礎と臨床の橋渡しとなる研究のことをトランスレーショナルリサーチと呼びますが、我々のセンターでは研究所と病院が一体となって水素医学のまさにトランスレーショナルリサーチを推進しています。医学研究は基礎にとどまるものではなくて、人類の健康福祉に役立てていくものだと考えています。トランスレーショナルリサーチが盛んに行われていく水素医学の進展に今後も注目してもらえればと思います。以上です。どうもありがとうございました。